はい、こんにちは、こんばんは。今日は、AirPods Pro の右耳がですね、なんか、シャカシャカ音が結構鳴ってまして、おかしいってことなんで、Apple のサポートの方に電話させていただきまして、それで、そのもう次の日ですね。だから翌日にもうすぐに、こういう風に新しく、イヤホンが届きました。見ていきたいと思います。はい。まず、この度は AirPods Pro に不具合が発生し、ご不便をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。このキットは交換機の AirPods Pro と該当する場合は、不具合のある製品を Apple にお送りいただくために必要なものが全て含まれております。ということで、なっておりまして、で、僕、右耳の方だけ、イヤホンシャカシャカしてまして、結構違和感があったよっていうことを、アップルさんの方に、お電話の方で伝えさせていただきまして、で、その翌日に、こういう風に届いたっていう感じですね。新しい、商品が、右耳だけ届いたって形ですね。で、右耳のここの、イヤホンの部分だけ、返却するっていう形ですね。はい。で、その右側のイヤホンがその変な傷とかついてなかったりですとか、落として割れちゃったりとかなくて、ただ単純に本体だけの不良だよってなった時には、料金はかからないです。無料でこれが交換できるっていう形となっております。はい。そうですね。はい。で、一回ちょっと開けてみたいと思います。はい。ここを、こう引き抜くと、ああ、来ましたね。ちゃんとなってますね。で、ここが、開くと、ここがこう入って、イヤホンの、S と L サイズかな、が入ってきております。これもついてきております。ということで、もうアップルさんのその対応が迅速かつ丁寧ってところでめちゃめちゃ感動しましたね。本当に。なんか保証1年間入ってたので、こういうことも無料で、交換とか修理とかしてくださるのはめちゃめちゃありがたいですね。僕アップル大好きなので、本当に、いい製品といい会社の商品にこう出会えてよかったなっていうのは本当に思っています。ということで、今回は終わりたいと思います。ぜひ、チャンネル登録の方、高評価の方、コメントの方お待ちしております。それではありがとうございました。失礼いたします。